ロボトノ様だよ。今回はアウトレイジシリーズを紹介するよ。1作目はアウトレイジ。バイオレンス描写が痛々しいけど、そこが見どころなんだ。加瀬亮とか三浦友和が今まで演じてこなかった役になっていて怖いんだよ。特にロボトノ様は椎名桔平の役がかっこよくてめっちゃ好きなんだ。みんなの好きなキャラをコメント欄で教えてね。2作目はアウトレイジビヨンド。関西弁の怒号がマジで怖いんだよ。優しいキャラの西田敏行が暴言連発なんだよ。一番怖いのは塩見三世の役で、声の迫力が半端じゃないんだ。中尾明も本領発揮してたな。3作目はアウトレイジ最終章。マシンガン電車の開館シーンとか、今作でもバイオレンス満載だよ。ピエール滝が変態ヤクザで嫌なやつなんだ。白龍が本領発揮の演技をしていて最高にかっこいいんだよ。ボスギレンが出演してくれていたのも嬉しかったな。ってなわけでアウトレイジシリーズを紹介したよ。悪い人たちしか出てこないからこその非日常感が抜群なんだ。ロボトノ様は人気を重んじます。この動画面白かったなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。応援してね。